3日間走っての状態はどうでしょう？アップの感触とかは3日目が一番良かったんですけど、ちょっとレースが全然ダメだったんで、決勝戦いいレースしたいなと思ってます。決勝戦の戦い方教えてください。はい、大月さんついてくださるんで自力でしっかり頑張ります。対戦相手はどうでしょう？やられてばっかりなんで、しっかり自力でまずは内容とか仕掛けで勝ちたいかなと思ってます。決勝戦の戦い方を教えてください。騎手3人で、力を出し切ろうかなと思ってます。はい、対戦相手はいかがですか？いや、もう強い選手ばっかりで、はい、もう本当思いっきり頑張るだけだなと思ってます。はい、3日間の郡司選手は余裕すら感じられるレース運びでしたが、この点どうでしょうか？はい、自分自身でもかなり気持ちにも足にも余裕があるので、それがうまく自転車に伝わっているかなって感じです。決勝戦の戦い方は？また自力でしっかりと力を出し切れるように戦います。対戦相手はどうでしょう？本当に強力な、選手ばかりなので、その中で自分の持ち味を少しでも出せるように、レース運んでいきたいなと思います。3走してみていかがですか？感じはいいと思います。コンディション、足の状態はどうでしょう？別府は相性いいバンクなんでいいと思います。決勝戦の戦い方は？そうですね、松葉さんの箱に行かせてもらいます。北鶴選手いかがですか？仕上がってると思います。まくりの感じなど見ていてどうでした？いや、今日の選考も素晴らしくかかってたんで調子いいと思います。3走してみての状態はどうでしょう？初日も今日もかけてしっかり粘れてるんで、状態いいと思います。決勝戦の戦い方教えてください。ひろゆきさんと2社で先頭で頑張ります。対戦相手はいかがですか？今日も対戦した松浦さんや郡司さんや森沢さんが、強い人と当たるんで、しっかりチャレンジャーとして出し切りたいと思います。3走してみていかがですか？そうですね、ちょっと判断ミスとかもあったりしたんですけども、決勝乗れてるんで足の状態はいいと思います。決勝戦の戦い方教えてください。九州3番手でしっかりチャンス見つけて、頑張りたいと思います。北鶴選手いかがですか？そうですね、上がりタイムもいいしすごい強いんで、追走専念して最後コース見極めて頑張りたいと思います。決勝戦の戦い方は？自分は松浦君の番手に行かせてもらいます。松浦選手いかがですか？そうですね、連携は意外と何回かあって、はい、もう今西で一番強い選手なんで、はい、頼もしいです。決勝戦へ向けて意気込みお願いします。優勝目指して頑張ります。応援してください。コンディション、足の状態はどうでしょう？そうですね、自分が思ったよりレースは動けてるかなと思います。決勝戦の戦い方教えてください。剣矢の後ろで頑張りたいと思います。山口選手いかがですか？そうですね、初めてなんで、はい、お父さんとは何回も連携はあるんですけど、はい、初めてなんで楽しみです。コンディションはどうでしょう？はい、足の方は問題ないと思います。決勝戦の戦い方を教えてください。はい、郡司君の番手で頑張りたいと思います。郡司選手いかがですか？いや、準決勝のまくりのタイムとか見てちょっと ビビってるんですけど、しっかり離れないようについていきたいと思います。インタビューご覧いただきました。全国の皆様にお楽しみいただきました別府競輪開設71周年記念 G3 オランダ王国友好杯、いよいよシリーズのフィナーレの時を迎えました。最終順位です。頂上決戦ファイナル決勝の舞台に9選手入場です。 SQS3 3人がしっかりと結果を残し、そして注目117期記念初日を目指します岐阜の山口金也が挑む形、駒切れ4分線、北通翼率いる地元九州三社夏見生かせるか否か、注目の決勝戦です。舞台は整いました。バンク5周距離2025メートル、決勝戦の先頭員大西隆明です。ではファイナリストです。1番広島の松浦雄二、2番福岡北鶴翼、3番神奈川郡司康平、4番福岡園田匠、5番岐阜山口健也、6番熊本中本翔英、7番宮城大月博則、8番京都村上博之、そして9番秋田森沢太。決勝です。
発送します。連日まくり3連勝、昨日の準決勝上がりタイムなんと10秒7をマークした郡司浩平が人気集め、同じく SK さん森沢太志との連携、神奈川秋田コンビ人気の中心、そして西の王者松浦裕二が郡司とのシリーズ2目タイトルホルダー対決リベンジなるかどうか、一角崩しのお客様の支持も集まっておりました。最終12レース決勝戦スタート、9人が固まっておりますが、地元九州勢が前に出るか、2番車北鶴翼がゆっくりと前に出て、その外から4番車園田拓海です。九州が前を取っていきます。3番手6番の中本翔英、1番の松浦裕二が4番手からとなるか、5番の山口金也、3番の郡司浩平が現在6番手、8番の村上博之、外7番大月博則、9番の森沢俊が一番後ろ、従いまして人気の郡司選手が後ろ攻めとなっていく気配であります。周回はこれから残り4周、九州3名がまず並びを整え、松浦選手今日は東北分かれて宮城の大月選手、久々の連携となるようです。注目初連携の山口金也村上博之のコンビが6、7番手、そして郡司浩平森沢太志の神奈川秋田の SQS3 コンビが8番手9番手後ろ攻め、2周バック直線隊列完成です。3車の厚み活かせるか、2番の北鶴翼、2走目は幕僚組で勝ち星、準決勝郡司にまくられながらも先行で2着粘っています。準決勝同様4番の園田、3番手を6番中本翔英はシリーズ初めての3番手、春一特選軍事に対してリベンジなるか、1番の松浦裕二、二次予選は5番手まくりホームから一気にねじ伏せて快勝ありました。久々の連携7番の大月博之、準決勝は山口健也をしっかりと捉えて勝っています。そして117期注目の5番山口健也、一次予選は逃げ切って二次予選マクルー組2勝を挙げています。初連携は無傷の3連勝、8番の村上博之、準決勝8番手からピンポイントの強襲撃、さすがでありました。そしてこちらも無傷の3連勝、度肝を抜くまくり3連勝の3番郡司浩平動いた、 SQS39 番の森沢太志、二次予選は無続きマーク抜き出して勝っています。早めに3番郡司がレースを動かして赤番標識迎えます。合わせて1番松浦も踏み上げた、松浦が北鶴を抑えて、その上から3番の郡司浩平が抑えて、さらにその上から5番の山口健がジャンマイセンターへ前に出た、スピードが上がった。3番郡司3番手、1番の松浦車間を上げて5番手、6番手の車間を上げた2番の北鶴7番手、少し縦長打賞残り1周半、5番の山口健也3コーナー少し泣かしている、2センター5番手から松浦裕二が行った。松浦裕二が初日得点同様強気の競争を攻めてくる、ここは5番の山口健也と2度目の対決、最終ホーム1コーナー、山口健也を松浦がかませるか、松浦ができるか、山口健也を押せガップ量産、こうなれば3番郡司がまくり上げた、一気にまくっていく、5番山口健也突っ張るか、外から3番郡司がねじ打つ、これを3コーナー7番手北鶴がめがけて飛んでくる、現在3番外4コーナーあった、3番郡司先頭、9番の森沢詰め寄って最後追い込んだ、9番3番4番森沢太志だ、記念2回目の優勝森沢太志、約5年ぶりの G32 度目の優勝森沢太志やりました。郡司浩平のまくりをしっかり追い込んで逆転、5年ぶりの記念2回目の優勝秋田森沢太志、今年は G3 戦すべて決勝に乗っていた森沢が5年ぶり G3 記念 V であります。最後3着には園田拓海、北鶴マーク8番手から切り替えて3着です。山口健也が松浦と2度目の対決突っ張り切ったのを5番手からまさに電光石火からまくり返した郡司浩平を最後決め足、森沢渾身の追い込み見事です。そして北鶴マークから切り替えた園田拓海、3着入線スーパースロー、9番森沢太志、3番郡司浩平、4番園田拓海です。森沢選手このまま確定しますと2016年6月久留米記念以来5年ぶり G32 回目、 SQ12 回目の優勝、5年ぶりの記念優勝となった模様秋田森沢太志でありました。審判の決定をお待ちください。最終レースでした。12レースの決勝戦をご覧いただきました。今シリーズの実況は宮原英二さんでした。いや、激しいレースになりましたね。そうですね、見応えのあるね、攻防でしたね。そうですね、放送お聞きください。解説71周年記念別府競輪オランダ王国友好杯決勝、決定1着
9番森沢太志、2着3番郡司浩平、3着4番園田拓海。別府競輪12レースの払い戻し金をお知らせいたします。枠番2連勝複式36340円、枠番2連勝単式63130円、車番2連勝複式3番9番400円、車番2連勝単式9番3番1440円、3連勝複式3番4番9番3360円、3連勝単式9番3番4番1万4420円、ワイド3番9番4番9番1530円140円。以上でございます。12レースの決定をお伝えします。1着9番森沢太志、2着3番郡司浩平、3着4番園田拓海。払い戻し金です。2車単は9番3番で1440円、3連単は9番3番4番で1万4420円でした。その他の掛け式の払い戻し金はご覧の通りです。それでは決勝戦を振り返ります。はい、はい、後方になった郡司が抑えに来ました。そこで松浦合わせて出ましたよね、はい、でそこで山口健也が先行対戦、もうこうなってくると山口健也の先行になってしまいましたよね、まあ、巻き返しを狙っているのは松浦、そして北鶴という形ですけど、松浦が一気に仕掛けていただけたかなという感じですが、山口やっぱり出足がいいのでね、合わせていきます。まあ、デッキられたようにも一瞬見えましたよね。ただ展開は軍事に流れていきましたよね、うん、このことによってね、はい、まあ、合わし切った山口ですか、もう、もがきやってますからね、はい、ここは軍事がまくってきた、北鶴はそれを追いかけるような形です。で、まあ、うん、早めの仕掛けでしたけども、そこを森沢がかわしたという、うん、で3着には北鶴の後ろに園田という形でしたよね、はい、いや森沢選手もう思わずガッツポーズも出てましたが、郡司選手をかわしての優勝となりましたね、はい、うん、まあ、まず一つポイントとして山口健也選手と、まあ、松浦選手 もいや見応えのあるもがき合いでしたよね、行きましたね、ちょっとこう、はい、松浦も狙いすましてかましたんですけども、うん、合わされましたからね、これちょっと、うん、まあ、いろいろ考えるところありますよね、いやまさにこう武功を立てたということなんでしょうかね、山口選手意気予想しました、山口健也はね、流れの中で先行になるということも分かってたと思いますし、はい、その中でしっかりとした競争ができたと思います、うん、さあそんな中で森沢選手見事優勝となりました、森沢太志選手です。優勝おめでとうございます。どうもありがとうございます。激しいレースになりましたね。いや本当に激しいレースの中、郡司君がもうしっかり組み立ててくれて、はい、もう頼もしかったですね。レース振り返っていただきます。まあ、郡司選手とのまず連携というのはどうでした？そうですね、今まで何回もちょっと連携させてもらってるんですけど、全然確定盤にも上がれなくて、本当にちょっと相性が良くなかったんですけど、もう一発でもう進みましたね。郡司選手の仕掛けどう見ていました？いやもう前がもがき合ってくれたので、まあ、あとは落ち着いて郡司君はまぐり切ってくれるだろうなと思って見てました。郡司選手もスピード乗っていましたが、最後直線勝負いかがでした？そうですね、本当に僕も皿足で回ってたので、すごいかかりだったんですけど、なんとかさせましたね、はい、そして最後ガッツポーズ飛び出しましたね。いやもう本当に何年も記念優勝してなかったですし、本当に優勝できるかなとずっと思ってたので、本当に嬉しいですね。その優勝は5年ぶりです。この点どうでしょう？そうですね、前回の優勝は本当にまぐれの優勝だったので、本当に今回はS班としてしっかり優勝できたので嬉しいですね。それでは次走へ向けて意気込みお願いします。はい、次回G1 でまた優勝できるように、そこに向けて精一杯頑張ります。応援してください。
はい、久しぶりの嬉しい優勝となりましたね、森澤選手。うん、そうですね、意外でしたけどね。意外ですよね、はい、いやでも SQS 班として本当に今年安定して存在感も出してきて、まあ、ユニフォームを着たことによって、うんまあ、意識が高まってといったところあったんでしょうかね、うん、なんか存在感が大きくなりましたけどね。本当そうですね、はいはい、優勝おめでとうございました。